違うか。だってこれで壊せるだろう。ダメか。あれ？あれ？それか普通にさ、右端にさ、箱をしてさ、上登りゃいいんじゃねえのあれ。あの、こことこと？あ、違う違う、右右右。ああ、その上に上にってこと。こっちにってことね。そうそうそう。でも多分、うん、それが正解だな。だよね、あれ登られるよね多分。こっちはまだ来れないようだね。多分そうだよね。こっちだね。うん、正解はそこ登れ。あ、やっぱそう、うん、考えすぎた感じだ。正解はこっちですね。なるほどね。でこっちで何かやってってことか。うん、最終的にはそっちに行くと、はい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 、そういうことね。ちょっといっぱいいるんで静かに行こう。あ、そっか、別に走んなきゃ気づかれねえのか。あるかなと思って、そういうのも。確かに今そうだよね、いるもんね、奥にいっぱいいるもんね。あ、電気直せる。ああ、これでシャッターが開くようになった。なるほどね。シャッター壊れてたんじゃなかったんだわ。あぶね。あ、これでふろ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 。今です、今です。よいしょ、一匹だけいる。痛い痛いです。あ、これは、あ、取れた。よいしょ。で、奥で勝手に電気にやられて死んでるやつが何？待って、あれは奥じゃなくて手前にも効果があるな。あ、ほんとだ。あ、よし、あー、ブーン、なんだよ、もうブーン、ブーン。なんで前に飛んじゃった。すげえ敏感だな。ちょっとでもスティック入ってると前に飛んじゃうわ。完全ニュートラル状態じゃないと上飛ばない。そう、あ、そういうことね。うん、あの、微調整ができないわけね。そう、はい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 。なんだよ。で、うん、行ってスタンバイ。はい、スタンバイ。ドーン。まあ別にいっぱい倒すことが目的じゃないんで。そうね、経験値とかあるわけじゃないもんね。うん、うん、よし、はい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 。うわ、割と、え、どうすんのこれ。ああ、はいはい。向こう側に、おお、おら、やれるのね。俺はネイトだ、行くぜ。完全ネイトさんですね、はい。ああ、でこれであれか、これで、うん、スイッチオンか、オンしてシャッターが直りましたで開くから、うん、はい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 。とはいえ多分前回まで開かないんじゃないかな。開くかな、うん、開くか。あ、開いたかな。よしよしよし。おお、なるほど。これでここで、うん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 、こっちで、はい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 、来た来た。すっげえ登るなこの人。ほんとネイトさんだな。何？すげえ揺れたけど。車が落ちた。え？地震で？地震っぽかったけど、でも、あ、あ、死んでんのか。下降りたいな。あれって登れる場所なのかな。あの、なんか。あ、登れる。あ、壊れた。あ、逆に。あ、壊れるって演出ね。そういうことだ。お、生きてんじゃない？あ、いや、生きてねえ。あ、これゾンビだ。これゾンビだよね。容赦ねえ。あ、いっぱい来たよ、いっぱい来たよ。これはやばいやつだよ。取りたいけど、取りたいけど、取りたいけど、取りたいけど。知らない。お、ID カード取ってる。これはまずい。これはまずい。あー、これはやばいか。あー、ダメか。さっさとあのキャッシュのあのあそこに上に登らなきゃダメだった。やっぱり戦っちゃダメですね。やっぱり圧倒的だねゾンビは。強い。あ、いけると思ったらいけないどころか掴めない。なるほどね。そこに行ってだ。で、こうやって、はいはいはい、壊れてもう一回、でもう一回行くんだ。ちょっと待って。お、三角飛び的な。ちょっと、あ、ちょ来て来て来て。三角飛び的なで、もう一回行く。よーし、よいしょー。余分なダメージ食らっちまったぜ。あ、あそこ登れるってなってるけど。すげえ軽やかだな。こういう軽くうるじゃないですか、もうこれ。ねえ、しかもあれでキュッて止ま、あ、あ、落ちた。あ、あって、あ、進行進んだ。ん、これは一匹だったらなんとかなるか。クリティカの条件がはっきり分かんねえな。距離だろうね。距離か。来た。
壁ジャンプ、あ、さっきやったやつ、偶然使ったやつだ。本当そんなことできるかって話だよ。特殊な訓練を受けた人ですね、この人はね。舞台の時の師匠だったらできるけどね。あそこのはしごは一体あれに登るんじゃん。ダッシュで行けるのか、うん、足りるか。おい、おなんかすげえなこの人、ほんとパルクールだな。へえ、こんだけの身体能力がないと、うん、ゾンビの中で生き残れないって言われてるんだったら俺は割と早い段階で死ぬんで、籠城するしかないよね。いやっていうか確かにそのゾンビって基本的にはほらもうリミッターが外れた状態の人じゃん、うん、って考えたらバカ力なわけですよ、うん、だから組みつかれたら多分振りほどけないと思うよ。そうだと思う、うん、で噛みつきも本気で噛みついてくるから、そうそうそう、多分、うん、ちょまっ徐々に降りていくとかじゃないの。ストーンって落ちてったね。でもどう考えても分かりやすく窓がヒラヒラしとったわ。まあね。おお、テレビついてる、電気が。ああ落ちるんだ。オルゴール・シャノンがリディアの誕生日に買ってやったもん。似てる。え、自宅ってこと？似てるってだけですよ。あ、似てるだけか。This is what happens to those who steal from death. 遺留品を見つけた。いやか。あ、やべ。ああ。わあ、やっちまった。これどうすんの？これどうすんだ？これどうすんだ？え？これは。これは。これはこれはこれは。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 わあ、すげえ。突き放し。がすごい、あ、すごい、あ、すごい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 、あ、すごい、もうダメかもしれない。大丈夫、ここからですよ。スタミナ切れててもとどめの攻撃ができるんですよ。なるほどね。終わったろ。すげえ。よっしゃ、倒し切った。今のはすげえ。何者かが片付けたらしい。Above their heads, another one of those graffitis. There's one almost every corner. あ、それ登れんの？登れたんだね。金網だから登れるってことか。なるほどね、うん、次は落ちたら死ぬっぽいな。明らかにこうショベルカーのショベルがこう俺を使えと言っているね、うんうん、掴んだら下がんじゃねえ。いやショベルカーは大丈夫じゃない、油圧だし。おーおーよっ、おい、ひも、うえ、ジャンプ、うわっかね。よし、ちょっとだ、間違えた間違えた。おお、回復、全開するのかな。全開した、全開。なるほどね。まあでも全開しないときついよなこのゲーム。あれ上に行くのかと思って違うのか。あそこはなんか鍵がかかってて行けなかったな。おお、リボルバーとかあんだ。銃を撃ちまくる時代終わった。あ、28日前。ちょっと地図で行こうぜ、ランディ。え、ベン・パーカー、いろいろ混ざってくる。必ず出てくるそのキャンピングカーね。あの日本だと馴染みないけどやっぱ向こうだと結構あるんじゃないの。あのね、うん、もうね、うん、向こうはね、うん、週末はキャンピングカーレベルで、ね、みんなキャンピングカーですよ。でも確か山本さんも言ってたけど、そうパーティー、うん、すごいっつってたね。すごいよ、うん、キャンピングカーだけで、うん、なんか幕張メッセ埋まるぐらいキャンピングカーだけで埋まる。でテント張ってみたいな、何しに来てんのか分かんねえみたいな。まあ確かにほら車でさ見る映画あんじゃん、映画館みたいなやつ、うんうん、そうあれとかって向こうじゃん、日本だとやんないけどさ、うん、どうやって打つの。え、缶を打つかじゃあるけど、あ、はいはい、スティック使うんだ。え、割と難しくねえかそれ。右スティックで動かして、はい、発射は、正面に打つんじゃねえのか。ああ打った、R2、うん、
カラスを撃つ。リロードはここ、あ、L、L、B、うん、カラス、何の罪もない鳥を俺に殺せというのか。まあカラスとはいえね、鳥ちゃんですから。そうだよね、辛い。他になんかねえの、木の枝とかでいいじゃん。ねえ、なんで生きてるカラス殺す必要あるん。やっぱ当たんなかった。あ、よかったよかった。 I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. 撃てよ、ランディ。哀れの魂に辞表。あー、なるほどね。次はあいつだな、うん。こいつはいいです。こいつは死んでもいいです。うん、こいつはね。わう。いや、ずったぞ、おい。おいおいおい。今撃てるからって。こいつは死んでもいいんです。必ず頭を、うわ、このゲームでヘッドショット狙えって言われた、すげえな。で、今で銃のチュートリアルをやったからってことか。そうだね。なるほどね。そっか、銃のチュートリアル過去にあったっていうのでやるって初めて見たもんねえな。ああ、はいはい。弾がね、これで。はいはい。増えたと。うん、18発。で、どこ行くんです。あ、わかった。南京錠を打って、あー、なるほど。はいはいはい、はい、ガリーンってなるってことね。よし、来た、はいはい、待て、うん、リローズだ。ああ確かに、一発でも打ってんだったらって感じだな。今2発打ったのか。ゾンビには使わんぞ、銃は。もったいないよね。多分ゾンビに使うゲームじゃないもんだって多分。ん、あー、ライフっていうかあれが減ってる、ちょっとずつスタミナ。マジか。やっぱりこれも疲れるんだね。結構シビアだな。パーカー乗ってるキャンピングカーじゃん、うん、みんなが逃げたキャンピングカーがなんか追われてるって今、うん、アナウンサー流れてたな。実だ。あ、スペシャルだ。あ、今撃った分が補充されたんだ。まあ自分で勝手に転んで、あれでいいだろ、お前は、お前はお前もお前もお前も疲れてる、疲れてる。もういいんじゃない、倒さなくていいんじゃない。そうだね。しょ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 、忙しいの。ジャンプした。じゃあ、じゃあな、じゃあな、体力がまたなくなってしまった。まったく。もう店の帰っていく。8時40分。おお、勝手にしまった。体力めっちゃ減っちゃったよ。あ、医療キットか。なんだ、イエーイ、精肉店みたいなとこだな。肉屋から出て、うん、ダッシュ。はいはいはい、うい、来た。こいつはこれ、こいつはこれだな、これ、うん、うわ、走る。スターミナ、くそー、スタミナゲーしんどいな。いや、空手やってたから分かるけど、2分間殴り続けるってもうボロボロになるぜ、体なるなる。うん、もう何発か打ったら打てなくなるからね、本当に。昔肉弾っていうゲームありました、ね、あ、ありましたね。あれ本当にガチで俺がもうボロボロに疲れるからね、あれね。一体倒せねえからね、あれ。俺がね、病欠したやつね。はい、病欠したやつ、うん、インフルエンザ病欠したやつです、うん。あれ、あの後プライベートで俺やってたんだけど、ああ、はいはい、マジで、うん、もうその日腕上がんなくなる。強いやつとか、ね、そうだよね、やるとだから本当にこの斧とかで、うん。